はい、皆さん、こんにちは。下田けしでございます。今回見ていく内容は、デパス、リーゼを比較しながら、それぞれどういった特徴あるのかってことを確認していきます。抗不安作用とか、催眠鎮静作用があるとなっていて、両在似ているんだけど、細かく言うと、どういったとこ違いあるのかってことですね。確認してもらって、より適切にお薬を使えるようになってください。 じゃあ、まず、デパス、リーでともに、ベンドジアデピン状態に働くお薬ということで、ベンドジアデピン契約となっているということですね。じゃあ、効能効果はどうなのっていうと、共に、心身症に用いるということで、心からくる循環器に対する影響とか、消化器に対する影響、そういった場合の身体症候に用いる。あとは、不安、緊張、抑うつ、睡眠障害に用いていくんだよということで、ここは共通してますね。 じゃあ、それ以外どうなのっていうと、デパスは、神経症における不安とか睡眠障害、うつ病における不安、緊張、睡眠障害、そして統合失調症における睡眠障害に用いるということで、いろんな睡眠障害とか不安、もしくは抑うつなんかに用いていくんだよとされているということです。で、それに加えて、下記の疾患における不安、緊張、抑うつ及び筋緊張といって、腰痛症における筋緊張なんかにも用いていくんだなとされております。 じゃあ、それに対してリーダーはどうかというと、下記の疾患におけるめまい、肩こり、食欲不振ということで、自律神経のバランスが悪くなる、自律神経失調症なんかに使っていく。で、あとは、麻酔前投薬として使っていくことあるんだなということで、まあ、心身症を共通しているんですが、それ以外のところに異なる部分がある。デパツの方が適応症広いのかなっていう感じで見てもらうといいかなと思います。 じゃあ、続いては、薬理作用どうなってるのかってことを確認していきますが、まず作用部位見ていくんですけど、どこに働くかというと、ギャバ a 受容体に働いていくということになりますね。じゃあ、このギャバ a 受容体って何してるかというと、ギャバ、ガンマ、アミノ、ラクサンが受容体に結合すると、この受容体にある CL マイナス等、そこがパカーンと開いて、 細胞の外から細胞の中に CL マイナスが流入。それによって細胞内がマイナス増えて、興奮抑えられるんですよというね、状態となってます。で、この受容体には、ベンゾジアデピン契約くっつく場所があって、そこにですね、デパース D でなんかがくっつくと、チャンネル開く力がぐっと強くなって、ギャバがくっついた時に CL マイナスがぐっとね、 入りやすくなりますよとですね、開いて入りやすくなる。ってことで、よりですね、マイナスが細胞内に入って、興奮を抑えられるんですよとなってます。そのことから、デパス D では、高不安作用とか心身安定作用、あとは催眠鎮静作用、そしてですね、筋肉の緊張を和らげる、筋緊張緩和作用とか、筋弛緩作用が現れるとなってます。で、デパスの方には抑うつ作用なんかも記載されているという感じになっているということです。 じゃあ、それぞれの作用の強さなんですが、どっちもですね、ジアデパムと比較したデータがあるんですけど、抗不安作用は D でジアデパムに比べて強いと記載されているということですね。じゃあ、デパスはどうかというと、デパスはですね、これもジアデパムに比べて強いと書かれてるんですが、まあ、数字が載っていて5から6倍強いよみたいな感じで書かれてるんで、結構抗不安作用は強いということになりますね。 で、催眠鎮静作用はどうかというと、デパスっていうのはジアデパムよりも強いというふうになってる。まあ、少量からですね、催眠鎮静作用現れるとなっていて、リーデの方はですね、催眠鎮静作用はジアデパムよりも弱いよねってなってますんで、催眠鎮静作用を見ると、デパスの方が強いのかなって感じになります。あとは、容量を見ても、デパスって0.5とか1ミリで使うっていうことで、少量でも効果がある。リーデっていうのは5ミリとか10ミリで使っていくということで、 まあ、量が多いと効果があるよねってことで、量の差を見ても、少量で効果のあるデパスの方が強いよねというふうに見ることができるんで、デパスっていうのは結構強いお薬なんだなという感じで見ておいてもらうといいかなと思います。じゃあ、続いては有効率どうなのと見ていきますが、まずデパスなんですけど、神経症とか心身症、そして統合失調症における睡眠障害、うつ病には6割程度効果があるよねというふうになっております。 で、それに加えて、腰痛症に伴う筋肉ギューってなってる状態、筋肉ギューってなってる頭痛に関しては7割程度効果があるよねってことで、筋肉ギューってなって起こってる状態には割と効果的なんだなって感じで見ることできます。じゃリーでどうかというと、リーでは心身症、自律神経失調症、そして麻酔伝統薬にはだいたい6割程度効果あるんだなってことで、どれぐらい有効率あるのかってことをね、比較して見とていてもらうといいでしょう。 じゃあ次はですね、体内動態見ていくということになりますけど、半減期ですね、体から半分になる時間はだいたい6時間ぐらいということで、共にですね、体から半分になる時間にそんな大きな差はありません。ちなみに半減期6時間っていうのは作用時間短いよねということで、共に短時間作用型の抗不安薬となっております。 で、半減期6時間ということになりますんで、1日効果を示したいってなった場合は、1回では効果なくて、まあ、3回飲まないといけないよねって感じになってると。いうことで、飲んで効果を示す、飲んで効果を示す、飲んで効果を示すみたいなね。まあそんな感じでね、使っていくってされてるんですけど、まあずっとね、穏やかに効果を示したい場合なんかはどうかというと、メイラックスなんかがいいとされてて、メイラックス半減期すごい長いんで、1日1回でずっと効くよ、感情に効くよみたいな感じになってますんで、まあ症状に応じてですね、 作用時間長いものを選ぶこともありますし、作用時間短いデパス、リーデなんかを選択することがあるよとなっています。で、あとはですね、見とかなきゃいけないのは TMAX ですね。これには違いがあって、最大濃度になる時間はリーデは1時間以内、それに対してデパスは3時間ぐらいということになりますんで、ガッと最大の効果を示すのはと言われたらリーデの方がガッと最大濃度になるので、ガッと最大の効果が現れるって感じで見ておくといいでしょう。 じゃあ続いては副作用を見ていきますが、共通しているのは、眠気、ふらつき、めまいですね、倦怠感、あとは、消化器症状のおしんおと、それに加えて、弱い抗コ,コリン作用がありますんで、口滑。で、あとは、肝機能障害、依存性なんかがあるよね、となっております。で、この依存性が特に問題になってるんで、どうやって依存回避するのかってことも確認していきましょう。じゃあまず、依存起こりやすい。 こととして何が関係しているかというと、薬の特性ですね。そして薬の使用法。これが関係していると言われています。じゃあ、薬の特性なんですが、短い時間、効くもの、短時間型とか、短い TMAX。こういったものがですね、特に依存性を示しやすいということで、デパス、D でともに短時間作用型。そして、 最大血中濃度になる時間、tmax が短いとなってますんで、ここに該当するってことから、依存性を示しやすいと言えると。じゃあ、使用法としてはどうかというと、ト用使用ですね。症状がある時にバッと使う。あとは、ただ併用。あと、高容量なんかが問題になるよねということで、たくさん使ったりとか、多くのものと併用する。まあ、同じようなお薬ですね。併用することによって、依存が現れやすいというふうになっております。 ということで、まあ、できる限り、糖尿使用は避ける。あと、ただい併用を避けるということで、まあ、できる限り同じような作用のものを探してもらって、まあ、控えるのがいい。それに加えて、ただただですね、高用量を使うんじゃなくて、できる限りね、最低用量で使っていくのがいいよね、とされているということですね。 じゃあなんで依存が形成されるのかというと、やめようってことで、やめるのを試みるんですけど、その時に離脱症状を現れる、不安不眠、焦燥感、頭痛ですね、そして消化器症状、専門心鮮、で、痙攣発作なんか現れると、いや、それ困るよねということで、中止するのをやめると。で、それで、長期使用につながってしまうということで、依存形成されるということになりますんで、まあ離脱症状ですね、これを起こしにくくするために、ゆっくりゆっくり、 量を減らしていく必要がありますよと。それによってうまく中止することで長期使用を下げて依存を起こしにくくする必要があるよねとされているということです。ということで、依存形成しないために何気をつけたらいいかというと、万全とした継続投与による長期使用を避けるっていうことがすごく重要。 あとは、高容量にならないように容量を守りましょうと。あと、類似薬の重複投与ないことを確認して、まあ、できる限り重複投与を減らしていく。それに加えて、投与中止にはちょっとずつ減らす。確実投与にしていくと、減薬をゆっくりしていくということと、あとは、それによって中止していくことが重要だよねとされているということになりますんで、 最も問題になってる依存性に対してどうやって対処していくのかってこともしっかり確認しておいてください。ということで今回はデパス、リーデについて確認していきましたが、共に作用時間短い抗不安薬ということで使われてるんだけど、ちょっとした違いがある。じゃあどんな違いがあるのかなんてことをしっかり確認してもらって、適切にお薬を使えるようになりましょう。それではまた。